ルーカス・シューバ・ボルジェスは、ブラジルゴヤス州、イツンビアラ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。クレミオフ・ブッパ所属。ルーカス・シューバと表記されることもある。クルゼーロ・イーシー・クルゼーロの下部組織出身で、2011年からトップチームでプレーしている。2013年には、クルゼーロのブラジルリーグ制覇に貢献。2014年10月15日。 スペインのレアルマドリードがドイツ代表 MF サミケディラの対談が決まった場合、クルゼーロ所属のブラジル人に MF ルーカスシューバの獲得に動くとスペイン氏マルカが伝えていた。なお、同年10月19日にはプレミアリーグのチェルシー FC も関心をしていると報道されていた。レアルマドリード2015年1月23日以前から噂があった。 スペインのレアルマドリードへ移籍することが発表された。移籍金は1300万から1400万ユーロ程度の模様。契約は2020年6月30日まで。背番号は16番。マドリッドのバラハス空港に到着したシューバは、報道陣に対して、マドリッドに降り立つことができて幸せだ。夢が叶ったとコメントした。2015年2月14日。 リーガエスパニョーラ第23節のデポルティーボ戦で71分に途中出場してリーガエスパニョーラデビューを果たした。なおレアルマドリードにとって22人目のブラジル人選手となった。オリンピックマルセイユ2015年8月27日、フランスのオリンピックマルセイユへレンタル移籍することを発表した。期間は2016年6月30日までの1年間となっている。 マルセイユでは、チームの不振に引きずられる形で期待された活躍を見せることができず、最終的に22試合の出場に止まり、スタメンに定着することはできなかった。またシウバ獲得を希望したのは、レアル・マドリードとつながりの深いミチェル監督の要望であったとされ、必ずしもクラブ首脳陣の意向ではなかったとも報じられた。 スポルティング CP 心臓疾患の疑い2016年7月1日にレアルマドリードに復帰。さらなる経験を積むため、7月10日にスポルティング CP へのレンタル移籍が合意したが、メディカルチェックにて心臓疾患の疑いが指摘され、レンタル移籍は破断となり、選手生命が危ぶまれた。本人は早期の現役引退を否定。 その後の精密検査でも異常が見つからなかったことから、同年9月より、レアルマドリードで練習を再開した。なお、レアルマドリードでは、2008年に、スペイン代表であった、ルベンデラレイが、心臓疾患の疑いにより、早期の現役引退を容疑なくされていた。クルゼロイージーしかし依然として、レアルマドリードでは、出場機会を得られないことから、2017年1月31日に、 フルスクルゼーロへのレンタル遺跡が発表された。契約期間は18ヶ月間で2018年6月30日までとなっている。2018年7月3日、クルゼーロとのレンタル契約を2019年6月30日まで延長したことが発表された。レンタル契約終了に伴い、2019年7月にレアルマドリードに復帰。しかし戦力外となっており、 9月3日に、シューバ本人が SN、SNS でレアルマドリードと契約解除したことを、発表した。クレミオフブッパ2020年1月1日、クレミオフブッパ加入が発表された。契約期間は3年間。U-21 ブラジル代表では7試合に、出場して1得点を記録。今夏には、U、U-20 ブラジル代表として、トゥーロン国際大会に参加し、 チームの中心として大会を制覇した。ありがとうございます。